借りたい。マキさんは個人的に借りたいだけでしょ。借りたいと言っちゃいいって話でしょ。この前だったら病院行こうかなと思ったけど、そのために行かなかったんです。そうです。私は。行けよって感じで、もう多分始まってます。我慢してくれよ。え？よし。始まりました。ピアノ亭葉山、援護トーク。どうもー。今週も。始まりましたよ。裏付きの貧乏優先してるかなって。いや、今はね、今日は落ち着いてます。はい、落ち着いたもんです。何ミリか単位で今ちょっと出てた。でも自然と出ちゃうんです。それは、ご了承ください。こんにちは。はい。ですね、今日も、平野亭神奈川県、葉山町の平野亭葉山からお送りしております。縁側トーク。はい。よろしくお願いします。お願いします。毎週ですね、こちらの平野亭で起こる様々な、まあ、イベントだったりですとか、活動の報告をゆるーく皆さんにお伝えできたらなと思って配信しております。ぜひ、片耳、頂戴いたしまして、ラジオ代わりに、お聞きいただけたら幸いです。よろしくお願いします。あと、コメントも随時募集してますので、見てやってください。よろしくお願いします。はい。あ、音いけてるかな、はい、はい、ありがとうございます。今日、じゃあ、早速なんですけど、今日の前に、はい、先週かな土曜日、イベントがありました。はい。清水明恵さんっていう、葉山の食卓プロジェクトっていうところで、食を、まあ、切り口にして、子供たちに学びの場だったりとか、子供の食堂をやったりですとか、そういう、場を提供されてる取り組みをしてると。はい。というところですね。よいしょ。ちょっとその様子を、これがね、こんな感じかな。音はちょっと今流れてないと思うんですけど。はい。少しイベント、ズームで、これまた Facebook ライブでですね、配信させてもらって、まあ、ちょっと参加者の方、みんな、視聴の方が多かったですけど、はい、参加もいただいて、コメントなんかもいただいてですね、話をさせてもらったんですけど、まあ、特にですね、ここの平野亭で、今後、子供料理教室、子供食堂じゃなくて、子供料理教室をやりたいということでですね、どんな料理教室になるのかですとか、どんな学びの場になっていったらいいのかっていう、そういったところを、まあ、みんなでディスカッションしたって、そういったイベントでした。どうでした？渡部さんも、皆さん、参加いただいて、すごく、なんか、この場を運営していくにあたって、すごくヒントになる部分もあったかな。食は、うん、すごく分かりやすいんで、テーマ的に。うん、やっぱり、こう、何かイベントをするとか、イベント的に分かりやすくて、いろんな可能性があるなっていうのを感じましたけど。ああ。単純にその中、料理教室だけじゃなくて、もっと、あと、料理教室自体が、いろんな意味を持たせられるというか、はいはいはい。それを食育、うん、その素材とか、食材に関する知識が学べるっていうこともあるし、あとなんだろう、食事を通して、なんかもっと、なんか大切なことを伝えるみたいな、そんな、そういう話をしてた。うん、そうですね、うん。単純にその料理の、美味しい料理が作れるようになるじゃなくて、うん、食を通してっていう切り口だったので、まあ、そういうのが、アイディアとして出てたんで、うん、僕は楽しみです。すごい楽しみですね、僕も。ひとちゃんなんかありますか？ああ、でも本当に、食の幅の広さと、あとは、清水さんたちの中でやりたいことがたくさんあるっていうお話を聞いててもやっぱり感じていて、そのお二人のワクワク感がこうすごい伝わってきて嬉しかったです。確かにそうですね。すごい可愛い、ちょっと今画面共有であれなんですけど、可愛いチラシを作ってきてくれて、はい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 、ここに平野亭も書いてきてくれてて、すごい嬉しいですね。真ん中のあれか。真ん中の上のやつ。そう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 。はい。まさに今、この画角とだいぶ似てるんじゃないですかね。そう、上からこうストーリーになってるんだね。そうですね。ああ、これすごい、なんかなかなかよくできてる。よくしゅって言うと上からの感じがしちゃいますけど。偉そうだ、偉そうだっていうか。広告会社に行ったからって。いやいや、すごく、わかりやすいなと思って。まあ、漁師の方が漁師、魚取ったりとか、みかん、夏みかんですかね、これ。果物取ったりとか、畑やったりとか、でそれを、まあ、牛のね、なんですか、家畜をやってる方だったりとか、それをこう、みんなでこの食材をですね、みんなで子供たちと料理して、まあ、食べると。
みんな食べる、そういったね、取り組みになっているので、すごくこう地域食材かける子供かける体験、まさに。そういうこの一連のね、流れもちゃんと伝えたいとしてはね、そう。スーパーの切り身になってる魚が魚じゃないんだよっていう。泳いでるところをこう、どこから始まるんだよってことを伝えたいって言ったもんね。そういうところから、学びになるし、まあ、地域でもこういういろんなね、まさに葉山なんて農業もあるし、漁業もあるし、いろいろある中で、まあ、すごく地域の食材を使って、そういう学びの場、たくさん学びがあるな。僕はね、ちょっと、すごく楽しみなんですよね、この取り組みが。どういうこう流れになってるか、地域の食材がどういうふうに流れになってるかと。なんか一方でこう、一般的にこう流通している、ね、巨大スーパーのこう大きな流れもあるわけじゃないですか。はいはい、そういう流れもこうなんか同時に知っていくと、まあ、今後の、これからの日本社会はどっちにしていけばいいのかみたいな。そうそうね。そういうのも見えてくるんじゃないですか。見えてきますね。はい、SDGs。見えてきます。見えてきます。SDGs にも関わってきますし、まあ、そうですね。まあそういったところはすごい学びの場として楽しみだな、なんて。思うイベントでした。はい。そうですね。一旦、イベントに関しては、こんな感じですかね。俺も知りたいもん。そうっすよね。まだまだ、僕らが普通にスーパーで買って家でご飯食べて、完結の食事って一個あるけど、もっとその前後には、もっと僕らの知らない世界があるんですよ、これ。マキさんも、なんか今日ちらっと言ってましたけど、お肉を作る時のお水の話とか言ってましたもん、ね。いい話です。なんかね、面白いんですよ。SDGs、今度、SDGs に関わるイベントもこの平野邸でやろうとしてるんですけど、その SDGs を勉強しようと思って、イベントに出たら、すごいいろいろ学びがあって、その、国産じゃなくて、外国から牛を輸入するじゃないですか、牛肉として。それって牛だけが輸入されてるわけじゃなくて、めちゃくちゃ向こうで水使って牛を育てるに水使うらしいんですよ。だからバーチャルウォーターって言って、そこの背景に、ただ牛の肉が来るだけじゃなくて、背景で使われてる水っていうのを大量の水を使ったものが来るっていう、そういうことだったりとか、あと、水をめちゃくちゃ輸入してんのに、水も、輸入した水も捨てちゃうんです。余剰な水を、日本は取り寄せたりするんです。それだけでも、もうどんだけ水足んなくて困ってる人がいるのに、日本はその過剰に水を、そのバーチャルウォーターも含めて、輸入してんじゃないっていう話があって、それはまさにかなり俯瞰してみないと見えてこない話なので。行き過ぎた。そうそうそう。資本主義システムですよ。そう。本当そう。自分の食べてる肉がどこから来たのかって考えるだけで、そこまでやっぱり、そう。いろんな環境の問題とかにも繋がってくるって。もうちょっと知らなかったですね。すごい面白いので、まあそういう SDGs の取り組みだったりとか、今後ね、ちょっと注目していきたいな、と思ってます。で、いいですね。そうっすね。こなれてますね。いや、こなれてないっす。何週やってるからか。もうだんだん、まさに本当に僕らの成長も、この縁側トークは見どころ。してるのかしら。わからない。それは。成長してるのかしら。ね、ただ緊張が解けてるだけじゃないですか。ほぐれてるだけ、まあ成長もしていかないといけないんですが。必死に伝えた感があるよね。そうですね。最初のうちは。うん。皆さんどうでしょうか、この熱量の違いの。なんか危ない。危ない虫が。これ大丈夫ね。これ大丈夫ね。はい、そうですね。蜂にも強くなりました。蜂にも。はい。さあ、そんなところで、あとは今日ですかね。今日。トゥデイです。トゥデイが、ランチ会。先週、納涼会ですか。農業会やらせてもらったんですけど、今週もランチ会やらせてもらって、はい、今週は、いつもとはシェフが違いました。そうですね。はい。カツさんという。カツさん。はい。で、この場を使っていただいてますし、かなり、ここの場にもコミットしていただいているカツさん。はい。うまかったよ、今日のインドカレー。今日のインドカレーはめちゃくちゃうまかったですね。インドカレーでした。はい。インドカレー。フレンチをされていたゆかりさんが作るインドカレーだったんですけど。いやー、これあれか。うまかったな。そうですね。なんかレモンのやつが一番好きだったな。みんなレモン人気でしたね。ああ、やっぱね。カレー食べながら途中挟む、もしくは一緒に入ってくるレモンの。これですね。今、なんていうの見えてますかね、これ。カレー。はい。あ、で、
ね、出てますね。はい、うん。これがめちゃくちゃうまかったですね。上に乗ってるのが、あ、いろんなピクルスが乗ってたんですよね。レモンと、あとそうそう、言ってたもんね。サモサと、あとそう、レモン、そうなんだよね。ちょっとこううまく混ざり合って食べたレモンとカレーの、はいはい、なオマージュっていうんですか。オマージュその、マリアージュマリアージュっていうんですか。オマージュはちょっと違うな。オマージュ違う。似てたけど違いました。マリアージュ。マリアージュ。いや、めちゃくちゃうまかった。ルージュ、ルージュ。ルージュ。まあいいや。美味しかったですね。これがね、ワンコインで食べれるというね。はい。今日も本当にこのカレーをめがけてるって、皆さん大盛況で。めがけましたね。はい。カレーを。はい。本当に。カレーの絵がないのに、皆さんね。まあでもじゃあ、カレーをめがけたわけじゃないんじゃないか。まあそうですね。うん、特に今回は、このワンコインランチ、ここでもいろいろ発信してきましたけど、うん、今回はなんか、広く Facebook でも発信してみたら、うんうんうん、Facebook 経由で参加しますって方が、6名くらいだね。そうですね。うん、またそこで新たな、ね、僕らは新たなまた、そうですね。流れにもなるし、うん、そう。来てくれた方同士でもこう交流ができて、うん。これ、今映ってるものなんか、カメラマンのね、方。あ、そうです。田中さん。うん。フォトケータリングワゴン。うん。皆さん検索してください。田中さんの、屋号なんですけど、葉山在住の、フリーのカメラマンさんがいまして、今度10月、そのうち出ると思いますけど、10月の13日に、ここでカメラの写真の撮り方のワークショップやるんですけど、うん、写真の撮り方ってもこう一眼レフとかじゃなくて、iPhone でこううまく撮るんです。基本こう撮り方のコツは一緒らしいんですけど、はいはい、はい。iPhone で確かにうまく撮りたいじゃないですか。撮りたい、ね。そういうコツをこう学びつつ、はい、あとはお食事かカフェか、で言ってるってことなんで。あ、出るんですね。あ、素晴らしい。楽しみですね、それ。そこも。うん、言っていいのか、言っていいんですかね。カフェマニマニっていうね、葉山でずっと森戸海岸の、あ、森戸海岸じゃない、森戸神社の鳥居の目の前にあったずっとカフェだった。ちょっと、そう、あそこにあったカフェなんですけど、昔からっていうか、そこの土屋由美さんが、お料理か、デザートですか、お料理ですか、出していただけるということで。あ、そうなんですね。この前ちょっとご自宅にお邪魔しましたけど。あ、行ってましたね。素晴らしい。消防ですよ。もう森と海岸のボーン、ちょっと山の方向に、ね。消防ね、プライスレスですからね、消防は。いきなりなんか、どって、消防プライスレスでもないのか。まあ、そうですね。今日はまあ、毎日の、はい、幸せということで。はい。すごいでも、幸せということで。こなれたトークにボロがちょっと出始めて。初めて。はい、はい。まあ、すごく今日楽しかったですね。いろんな、またいろんな、いつもとちょっと違う方もいらっしゃっていただいて。はい、まあ、そうですね。ランチ会は、継続的にやっていくんですよね。はい、そうです。うん。来週またマーキ君がいないんですね。そうです。来週僕ちょっとニセコからなので。あれがニセコニセコからの。そうですね。いないんですよ。いないんです。カメラはまたレイ君。今日レイ君はちょっと所用があって。カレー食ったと帰りましたね。帰りました。はい。レイ君見てるかな？レイ君。見てるんでしょう。所用なんかあったの？所用あります。来週じゃあ、はい、カメラはレイ君がまた。カメラはもうレイ君。じゃあ電源落とさないように。カメラかもう、インカメか。はい。ちょっとここは、動画部の方で調整します。いないっていうんで、来週はまた僕がちょっとたこ焼きアゲインか、先週に引き続き。お好み焼きの方がちょっとランチっぽくなるんで、お好み焼きを僕一時期すごい焼いてました、家で。自信があります。そうそう。福田家直伝。ぜひ。そうなんですね。福田家式の方、重ね、広島風なんだけど、でも、ちょっと混ぜてるから簡単に。美味しい。ちょい混ぜなんですね。ちょい混ぜ。サクッと混ぜて、あと重ねて、繰り返して。美味しい。美味しそう。ちょっと食べられないの残念ですけど。ちょっと僕はウニ食べてると思いますけど。何がウニ？はい。はい。といったとこ。同じでしょうか。同じ美味しそうですね。ぜひぜひ来週と、あと23日も、はい、あるので、はい。またまた、ぜひよろしくお願いします。はい。はい。でですね、引き続き、クラウドファンディング、我々募集しておりまして、
そうなんですよ。何あの坊主になるんですか、今日。今日坊主になるのかどうか。先週なんて話したっけ？先週は、まあ、そうですね。何だ先週400万ちょっと。400万ちょっと、そうそう。400、そうですね。1週間で800万いってたら。いってたら、坊主にします。坊主にしようと。なので、皆さん、坊主見たかったら、言いました。言いました。ね、私言いました。何回言ってるかどうか、わかんないですよ。まだ、現時点の、リアルタイム僕は知らないので。ああ、なるほど。なるほど。もしかしたらもう、言ってるかも。こっから長いから一応ね、バリカン持ってきていただいて。バリカン僕は基本的に自分でやってますから、そうです、ね。前バリカンがあります。そちらで今日やるかどうか、まだ一応残っては一応逃げ目が、はい、やっておりますが。さあ、どうでしょうね。ちょっと見てみましょう。はい。こちら、クラウドファンディングのページなんですが、まあ、まだわからない。この、リフレッシュを。ですよ。リフレッシュします。どうだ。はい。まだまだじゃないですか。まだまだ435万と、30人。結構笑い事じゃない。そう、ちょっと、そうですね。1週間で、はい、10万円ほど、投資いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ただですね、まだまだ足りてないと。はい、坊主にしてる場合じゃないと。はい。坊主してる暇があったら。そうです。一人でも多くの方に投資いただけるよう伝えると。はい。この魅力を伝える必要があると。お願いします。お願いします。改めて、この場の魅力と、クラウドファンディングを投資すると何が魅力なんだ。そういったところを、改めてですね。ああ、いいですね。お話をさせていただきます。ああ、それはいい。聞きたい。はい。いいじゃないですか。一番知りたいです。素晴らしい流れだ。ああ、そうですね。はい。で、まさに、毎週毎週そうですね、くどいぐらい言ってしまってるんですが、このピアノ亭といえば、今見ていただいた通り、すごく地域の方だったりとか、まあ、共感いただいている方、ご利用いただいている方、様々な方に、すごく愛していただいている、豊かなコミュニティの場になってます。先ほどの清水さんの、料理教室もそうなんですけど、お子さんにとっても、また地域の方々にとっても、すごく学びの場になったりとか、豊かな、交流の場に本当になっていく、可能性に満ち溢れた場だと思ってます。で、ここに対して、ぜひ皆さんで、この場を一緒に作っていきたいと。で、こういう場がどう考えても、こう、空き家がどんどん増えていく中で、日本全国にこういう場がどんどんぜひ行かないといけないんじゃないかなと、私でも思ってまして、そういった場がこう広がるためのモデルケースとして、まず、この平野亭を大成功させて、いろんな地域でですね、同じような、多世代交流の場が作っていけたらなと、そう思っています。なので、まずは皆さん、この場をみんなで出資して、みんなで意見を出し合って、この場を作っていきたいなと、そう思ってます。はい。なので、ぜひ、ご出資をお願いします。というところで、そうなんですよね。じゃあ、今、この場ができてるじゃないかっていう話、あると思うんですよ。で、この場は、古民家をリノベーションして、まあ、一棟貸しの宿と、コミュニティスペースと、まあ、そういう施設になってるんですけど、一旦リノベーションの費用をもともとクラウドファンディング、募集しようと、そういったところだったんですけども、一旦、弊社の方で建て替えてる状態ではあります。ただ、そこからがスタートなんだと思ってます。この場はできた後、このコミュニティだったりとか、どういう場にしていくのかって、そこが我々今課せられたタスクなんですよね。うん。そこを持続的な形でですね、長いスパンで運営していくためには、人と物とお金がどうしても必要だと考えてます。人と物だけだと、まあ、短期的には回るかもしれないけども、持続的に10年とか、そういうスパンでは続いていくものにはやっぱならないので、ぜひ皆さん出資をいただいてですね、このリノベーションにお金出すんじゃないんです。このコミュニティとか、こういう多世代交流の場っていうコミュニティに対して出資をいただいて、まさにみんなでこの場を作っていく、そういった形が取れたらなぁと考えてます。で、そこに対して、じゃあ出資したらどんなメリットがあるのか。そこが大事なんです。で、まず言って、もし伝えたいのが、このクラウドファンディングが投資型のクラウドファンディングだってことが一つ大きいんですね。投資型。投資型で。一般的なクラウドファンディングっていうと、まあ、例えば、
5000円払ったら、その T シャツが返ってきますけど、はいはいはい、この宿だったらなんか、日本の暮らしを楽しむ図鑑みたいなのもらえるとかならないですね。そういうものではなくて、一人は一口5万円からにはなるんですが、5万円出資いただいたら、今想定の利回りではある、想定ではあるんですが、2%、年率で返ってくると。で、それを4年と半年かけて、2% 毎年返させていただいて、で、最終の、まあ、5年目には、元本、をお返しする。そういうスキームになっています。2% ってますって、固定ですか？あ、2% が、そう、変動ってところがミソになっています。で、この施設、この、まあ、たっちゃんが運営しているこの施設の、売上に連動しています。ある一定額以上売上げたら、投資家、ファンドに対してですね、賃料収入って言うんですけど、少し、ファンドの収益が上がるような仕組みになっていて、で、そうすると、みんなでこう協力してこの場を盛り上げていけば、みんなでその、まあ、儲かった部分を分配して、収益、リターンが大きくなる。そういったスキームになっているので、ただ出して、それで終わりじゃなくて、この場をもっと盛り上げるために、みんなで意見を出し合うってことが、すごく、大事ですし、投資家の皆さんに自分たちのためにもなる行為なので、ぜひそういったところを面白がっていただいて、参加してもらうということが大事だと思ってます。整理すると、こう、いつも皆さんがよく目にするクラウドファンディングは、うんうん、いわゆるなんか、まあ、買い物みたいな感じでしょ？そうですね。3000円でその T シャツ買う、うん。購入型って言われるもん。うん、そうじゃなくて、僕らがやってるクラウドファンディングは投資なんで、うん、投資は、投資したら、利回りとして、こう、リターン返ってくる。うん、で、元本も、まあ、運用期間中にきちんと健全運営されれば返ってくる。そうです。もちろんでもそれが割れる可能性はあるわけです。そうなんですよ。この時はですね、まあ可能性として考えられるのは、やっぱりまあ大きな震災だったりですとか、運営しているグッドネイバーズがまあ、賃料支払えない、まあそういったような事情に陥った時に限り、元本割れてしまうとか、そういったような可能性がございますが、基本的にはそういったことがないように、こういったコロナ禍でもですね、工夫して、運営の方を進めたり、してますので、そこら辺のリスクはもちろんある中での、まあ、投資にはなってしまうんですが、そこをなるべくないような、努力を我々チームとしてやっていこうと思ってます。はい。まあ、そういったところでですね、事業を持続的な運営っていうものができたらなと考えてるんですよね。あれ今運用が、まあ、ちょっといろんな売上と収支と、うん、賃料も開始して、不安が上がったとしても、うんうん、まあ、例えばグッドネイバーズがちゃんと、そのファンド事業のところに家賃を返し付けたりすれば、うんうん、元本は保証される。保証される。ということに。僕らは赤だけどみたいな。そうですね。まあ、そういうスキームにはなっているのが、はい、うん、赤になったからといって、イコール元本返せませんっていうわけではない。そうですね。うん、そういったところ、はい、もし詳しく聞きたいよってことありましたら、ね、一旦ちょっとね、またその話はしますけど、別でファンド説明会があるので、そこでお話をさせてもらえたらなと思います。で、ちょっと話少しだけ進めさせていただきます。まあ、今申し上げたように、投資なので、まあ、リスクはありつつ、リターンがあると。はい。リターンとリスクのバランスっていうものを、検討していく中でですね、皆さんに耳寄りな情報があります。ああ、そうです。はい。リターン。想定 2%、そういったものだけではない、メリットが、皆さんのメリット。まず、まあ、一つ目は先ほど申し上げた通り、皆さんにアイデアを出してもらう機会っていうのをたくさん、設けてます。投資家ミーティングというものを、四半期に一回設けてますし、IR レポート、投資家さんに向けてのレポートなんかも、四半期に一回出しているので、たくさんこの事業に対してですね、参加していただいて、アイデアを出していただく、事業を楽しんでいただく、そんなことが、体験していただけるというのがまず一つね。なんか疑似体験ができますね。そうですよね。運営状況は、赤裸々に公開をいたします。うん、僕は現場でリアルに困っていることとか、こんなことがあったみたいなのも、かなり赤裸々にお伝えします。そうすると、まあ、もしこれ見てる方々の中で、自分も事業やりたいけど、うん、実際どうなのっていうところを、投資家さんになっていただければ、直接聞いてください。聞いてください。うん、聞いてください。そう、でも、はい、もう本当にメリットだよね。そうですね。まさにこう、チームになるっていう感じですよね、はい、本当に。この、投資家さんとチームになって、この場を一緒に盛り上げていく。この代わりそう、投資家さんも一緒にやるっていうのが大事。そう。
そうなんですよね。うん。はい。診療どうぞ、どうぞ。いいですか、続きますよ。盛り上がるね。はい。で、はい、加えて、これはちょっと、かなり皆さん、喜んでいただける特典なんですけど、宿泊でもスペース利用でもどちらでも使えるんですが、口数、投資額に応じて、割引券と、割引券というものを、提供させていただいてます。はい。例えば、ま、10万円投資していただいたら 10% 割引いいですとか、50万円出していただいたら1泊無料ですとか、はい。そういった、特典を用意してますので、こちらもぜひご活用いただいて、まあ、まさに、ね、50万出してみんなで、家族でみんなで泊まりに行くですとか、100万円出していただいて、企業の方だったら、研修で2泊3日の研修に使おうとか、そうですね。はい。そういったことで有効に使っていただいたら嬉しいかなと思ってます。で加えてですね、昨日、追加の特典をご用意させていただきました。お、昨日、昨日、追加ですよ、もう、直談判して、社長に、おすごいっていうのは、まあ、坊主だもん。坊主ですね。はい、まあ、みんなで、そうですね、話し合って、まあ、こういうのいいんじゃないかな、っていうようなことで、新たに加えたのが、はいはい、タッチ以上投資していただいた方に、はいはい、スペース利用料が、まあ、早む価格になると。なるほど。はい、いうことなんですね。で、もともとスペース利用、葉山の方とそうじゃない方で、ちょっとだけ値段の差がある。ちょっとどころか、でかい。ちょっと。ちょっとどころじゃない。どのぐらいある？一般の方は、一応ここスペースを、まあ、6時間利用だったら2万円、3時間利用であれば1万円の設定してたんですけど、葉山町民、葉山にお住まいの方、葉山に働いている方は、6時間6000円、3時間3000円という方だったんです。全然違う。葉山町民の方がめっちゃお得。めっちゃお得です、ね、はい、そう。ただ、やっぱりこうやってお話ししていく中で、葉山だけじゃなくて、鎌倉の皆さんでも、ここを使ってそういうのやっていきたいと、いろんな活動していきたいけど、この料金っていうのは、まあ、たびたび話をもらっていて、まあ、そういう皆さんのアイデアを、ちゃんと吸い上げたい。そう、まあ、ね、言ったんだね。うん。そうなんです。社長。言いたくなっちゃう。まあ、こういう二つどうですかっていうので、みんなで議論して、はい、特典に加えさせていただきました。で、これ今日もちょうど来てくださった方が、まあ、都内とかでイベントをやろうと思ってたんですけど、こういうコロナの状況できないとか、そういうことがあって、まあ、こういうちょっと離れたところであれば、こういった特典利用して、イベントとして使うのっていいかもね、みたいな話だったりとか、まあ、撮影場所として使いたいというようなニーズもございますので、ぜひ、投資家特典ご利用いただいて、有効に、これ無制限なんですよね。上の、さっき言ってた、10% 割引とか1回無料とかは、1回だったり2回限りってものがあるんですけど、この、葉山価格っていうスペース料に関しては、一旦無制限と。その運用期間中、このファンドの運用期間中は、投資家の皆さんは、葉山町に住んでなくても、葉山町の料金でご利用いただける。だって、ここはみんなの実家って言ってるんだ。そうですね。もう、ここは、みんなが実家なんだから、早山価格で、早山価格で、はい。実家になっていただいたら、そうですね。実家です。実家になります。はい、そうです、ね。帰りなさい。はい。そんな、すごくメリット、リターン、魅力的な、このファンド、ぜひ、皆さん、ご投資のほど、改めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。これ本当に、あと20日、20日ぐらいしかないので、ちょっと、まあ、登録に少しね、お時間かかってしまう方もいるんで、ちょっとお早めに、ここら辺は進めていただけると。マイナンバーが？そうなんです。マイナンバーが必要だったり、身分証明が、必要だったりするので、一般的にクラウドファンディングだとね、登録してクレジットだけあればっていう方多いと思うんですけど、事前の登録だけになってしまうので、そこら辺は、ぜひお早めに、よろしくお願いします。はい。はい。ではですね、ちょっとお時間になってしまったので、先ほどちょっと申し上げてた、これからのイベントだったり、そういったところをお話をさせてください。よし、行きたいなぁ。はい。ですね、まず、直近のイベント、今週末12日ですね、時間は1時からまあ15時ということで、開催します。葉山のローカルメディアの皆さんと考える地域の魅力を伝える発信アイデアとはと
というタイトルですね。まあ、葉山新聞の山本さんと、伊豆市葉山経済新聞の源誠さんという方と、あと、湘南ビーチ FM の森川一美さん、あと、タウンニュースの関口さんですね。はい。この4名の方、地域のメディアの方に来ていただいて、まあ、地域の、そういったメディアの方から見た、葉山の魅力だったりとか、この平野亭の魅力だったりとか、そういったところを、まあ、お話しさせていただいてですね、なかなかこの地域の魅力を伝えるって、いろんな地域で、課題にはなってると思うんですけど、なかなかうまいアイデアがなかったりとか、伝え方がわかんなかったり、そういったところを、そういったローカルメディアの皆さんと考えていって、ぜひね、そういった、まあ、参加いただいた方にも、何かメリットのあるような、イベントをしたいなと思ってますので、ぜひぜひ、発信について悩んでいる方ですとか、地域の魅力をこれから発信したいですというような、そういった方、集まっていただいて、ぜひ皆さんでディスカッションできたらなと思っています。よろしくお願いします。よいしょ。加えて、あ、ちょっと、待って、なんか、電話しちゃった。すみません。中さん。平野亭も情報発信基地でありたいですよね。そうですね。うん、ここにいろんな人が集まって、いろんな活動してる人が集まるんで、それをいろいろこう、たくさん情報発信できるような場に、していきたいですし。待って言ってるような気がする。このリアルに会って、話をして、得る情報って、本当になんか、すごい深みがあるし。深みがある。いかにこう、表面だけでちょっと、入れてるかってことですよね。まあ、ちょっと終わらせます。すいません。誰ですか？石井さん。はい、石井さん。はい。ちょっと。この後あれなんですね。この後、はい。多分、うち迷ってるのか。電話してるのか。はい。すいません。で、もう一個。すいません。ちょっと電話入ってると思います。すいません。で、もう一個だけ。葉山の古民家宿づくりファンド説明会ということで、こちらも12日、イベントの、先ほど申し上げたイベントの後ですね、開催をさせていただきます。はい。こちら、詳しく、もっと詳しく、先ほど話したより、もっと深くですね、ファンドについて知りたいですとか、質問があります。そういった方々、ぜひ参加していただいて、どんなファンドなのかとか、どんなリターンがあるのか、どんなリスクがあるのか、もうちょっと詳しく、ぜひお話しさせていただいたらと思ってますので、こちらもぜひご参加、Facebook のイベントページで募集してますので、よろしくお願いします。はい。さあ、私の方からは、以上になりますが、何かありますか？皆さん、告知等々。坊主はだから。あ、そうですね。またじゃあ。来週坊主どうしようかなと思って。どうしようかなっていうほど皆さん期待してない。期待してない。坊主に対して。むしろ坊主にしたいんじゃないですか。したいっすね。逆に。したくなってきたもん。坊主に。ちょっと、なんかまあさっぱりしたいっていうのもある。まあ僕がさっぱりさせますよ。それはじゃあ VTR 撮って。VTR 撮って。そうですね。このままでお見せしてもあれなので。はい。最後法廷文言だけちょっと出させていただいて。はい。さよならというような形になるので。すいません。ちょっとお待ちください。来週あたり、あれですね、僕がリフティングしてる動画を上げます。あ、忘れてましたね。あ、はい、あ、そうですね、それもまたね、また楽しみに。はい。はい。はい、先ほど、ご案内いたしました、クラウドファンディングに関しましては、不動産共同特定事業法という法律に則って行っております。はい、こちらに記載いたします。文言よくお読みいただきまして、投資のご検討いただきますと幸いです。はい。はい、じゃあ、以上になります。はい。すいません。じゃあ、また来週、さよなら。ただいま。来週どうやって出る？来週は、ズームで参加します。遠隔参加。遠隔参加。はい。じゃあ、失礼します。暗いね、やっぱ60になったらね。日短くなります、ね。